えー、ご心配をおかけしております。えあきらくんの状態ですが、えー、っとね、今日昨日の夜ぐらいからちょっとね、あのー、元気になってきてっていう感じで、で昨日ちょっと心配やったんですが、えー、結構、えー、ご飯食べた後にね、うん、ちょっと呼吸困難。 な様子があって呼吸数も上がってきてっていうので少しねあの苦しそうご飯食べた後とかね散歩帰ってきてとかねそういう時にすごい苦しそうにしていましたうんあの転換の小発作とかねそういうふうなんを、えー、ちょっと起こしたりとかしてましたほんでちょっと心配でねで アキラ見守り隊の皆様ありがとうございます。本当ね、えー、っと昼間でも200人近いうん、えー、方々がアキラを順番にね交代で見守っていただいて常時って少ない時夜中でも100人ぐらいえ見、ー、見ていただいてます。はい本当助かってます。それでねちょっと様子がおかしいなとかね。 呼吸乱れてるよとか、えー、うんちしたんじゃないとか <laughs>、うん、今日はありましたけど、うん、そういう些細なことも、えー、ショートメールいただいたりで本当呼吸困難の時は電話いただいたりとかしてで僕が結局ちょっと銀行にね、うん、振り込みに行ってて待ってた待ち時間がちょっと長くてそれで <laughs> すいません、えー、待ち時間が ちょっとほん、ね、で待っててっていう時に電話が出てきて慌てて帰ってきたっていうのでね本当その時でもちょっとしんどそうにしてて、うん、ずっと見守っとったんですが、えー、そういう時とかもねすごい助かってます本当ね僕が。 ね外あのー、ここにずっとこの部屋にずっとおれるわけじゃないしでこの部屋から離れたらもう状況がねパソコンはずっとつけっぱなしなんですがうんやはり外で他の犬のお世話とかいろいろしてる時にやっぱり、えー、ここの様子が分かんないっていうのでねうんそういう時もやはり、あのー、お知らせをもらってねちょっと見に来たりとかもねできるようになって。えっと、24時間ライブ 流しててかっったなぁと思ってますそれと、えー、視聴者様方がグループ作っていただいてん仲良くしていただいてねあきら以外の話でもチャットでねやり取りしててそれをねあの遠目で僕見て見させていただいててあのコミュニケーション取れてね うんあのー、本当ライブやって良かったなと思いますね。うんあの仕事今帰ってきたみたいな感じでねうんそれとも寝ますとかね会社行ってきますとかねうんそういうので、あのー、小さな輪がどんどん大きくなってきたっていうので,でみんなでやはり僕の願いはうん僕自身も一人でやってても 全然力ってないんですよ、うん、コツコツねもう10年ほど愛護やってますがやはりコツコツやって救える頭数ってほんと少ないし、えー、それとあと財源ですよ、ね、うんやっぱり僕もお金のない時って本当に飲まず食わずほんとそうなんですよね。の飲まずず食わずでっていうか明日って 買うお米がないっていうかストックしてるお米もないドッグフードもない、うん、仕事もない <laughs> 発泡塞がりですよねで電気ガス水道を止められてどうしましょうっていう時期があったんですようん一人ぼっちでね、うん、やっていてそれはネットでそのフェイスブックとかでつながってた方も言いましたけどそういうこと一切言ってないです僕ねうん今こういう状態やっていうね 苦しい時期っていうのを、えー、全然言わずに来てそれを乗り越えた時に僕は「あの時苦しかった」って言ってるんですね。っていうのは、えー、お涙頂戴にななるのが嫌なんですよ僕自身うんそれで苦しいそしたらお金を送ってあげようかとかね、うん、犬たちにあの何、ー、て言うんですか えー、食べさせご飯がないですとか、えー、保険証に引き出しに行,くない行かないといけないんだけど旅費がないとかね大げさな話ですよ。うんとか言ってそれはねあの心ある方は、えー、ご支援いただけると思うんですようん。でもそれにすがるっていうことが僕嫌だったんですよね。うんそういうい愛護はしたたくなかった うん、らその助ける人がいなくなったらどうするのっていう感じでしょうんそれとやはり反論としてそれならやめとけよとかね言う方も心ないコメントが入る時もあるんですよねそんなんも嫌だったしだからそういう風な、えー、なんていうんですか <coughs> 苦しい時っていうのは 自自分自身で何ととかししようと思ってましただからアルバイトさせてよとか頼むよって言ってで一日でもいいから、えー、アルバイトさせてよって言ってそこで1万円ほどいただくとかうんそれとかね、あのー、犬抱えてたけど僕、えー、宅急便でも間に合わないから広島まで行ってくれとかありますよ。 うん、広島までこの荷物を届けてくれってそれと交通費ともう今日中に渡さなあかんねやっていうことでねで、えー、今日今日の昼までに届けてくれっていうのででお金は日当として払うで交通費は出すっていうことででそれを受けて広島往復とかしましたよ。 何せお金のなることなんかお金のないことないないっていうことで何でもするよっていうことでただ、あのー、犬のお世話があるから何ていうんですかあのその長時間できない長時間いうかね泊まりがけでどっか出張一緒に行ってくれそういう話はいっぱいあったんですよ。 でもそういういことはできないんで、ね、うんでもでねもきることっていうのお金をお金を稼ぐことっていうのをいろいろやってきましたうん犬たちもご飯食べなあかんし、えー、僕もご飯食べなあかんでもその中でん苦しいから生活僕たちも生活僕の生活も苦しいんですようんそれで犬たちを助けてやってくださいとかそういう。 ニュアンスの言葉っって僕出したくなかったんですよそれは僕の愛語じゃないっていうのをね。うん、持ってたんで。ほいでなんとか乗り切ってきました。うん、それで結局トレーナー業っていうのも初めは全然でした。うん、それからどん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 、あの、知名度が上がって、うん、で、知名度を上げることしてきました。難しいのね。うん。やっぱり危険を伴うんですが、 知名度っってていいうのを上が上らななければトレーナーナ食べていけないんですよ本当にうーんだからうーんただただやってるだけじゃ全然声かからないし普通のそういう大きなね昔からやっておられるやはり、えー、トレーナーさんとか、えー、訓練員さんにやっぱり仕事って持っていかれるんでだから目立ったことをしないといけないって言うんで危険伴う。 でやっぱり噛まれるうんこう仕事をあえて取っていって知名度を上げていこうとしてですねうんそれでやっぱりねあのー、世間にねあのー、知っていただいてっていうかねうんそれでやはり名前が売れて、えー、なんとかねドッグトレーナーとして生活ができて犬。いいの もう保護できるようになってきたっていう感じでうんやってきましたこれでやはり自分の自分が地面にしっかり立ってですよね地面にしっかり立ってそれから出ないと不幸な子たちを助けれないってほんま実感しましただってもう電気が水道が止まってあのー、明日食べるご飯ないし我慢せな仕方ないなっていう時に いくらなんでもそう自分のこと精一杯で100%愛情っていうのをかけてやれないじゃないですか。うんだからやはり自分はまず、あのー、地面にしっかり立って、うん、生活できます、うん、そして余力としてやるっていうのが。 背後は正解あの僕もちょっと投資の勉強とかちょっとちょっとだけね捨てるんですがやはり株とか FX とかねうん、えー、いろいろね仮想通貨とかいろいろ勉強してますが、えー、それも生きていこお金を使っちゃうとたちまち困っちゃうじゃないですか。 うん、いや,やっぱりあのー、ねあのー、余力としてあるお金でやらなきゃダメじゃないですか愛護も同じだと思ってますうんでないと続かないし余計にや,れやっても成果は出ないしそういう時って成果も出ないし、えー、もう本当なんちゅう のあの自転車操業愛護になってしまうんですよねあ来月も困る再来月も困るじゃないですかうん今だけじゃないっていうのねうんそっから抜け出すのに支援でどうにかして抜け出そうっていう考えは甘い考えうん絶対やってもらったら困るうん 犬に使うお金として皆さん皆さんも大変なんですよ、うん、やはり何かを我慢して送ってくださるお金とか送ってくださるもの支援物資ですけじゃないですか何かを我慢してるはずなんですよね。で我慢して「はい」って渡してるのにそれを犬のために使わずに自分のために使うわけじゃないですか。 うん自分ができるっていうのをまずあのー、確保してですよね自分は自分だけでもできるよ一人でなん思ったことは一人でやるんだって言ってそれがリーダーなんですようん。やるぞって言って手を挙げて突っ走っていって一人でもやる誰もついてこなくてもやる。 っていうのをやっていってそこに賛同した人がどん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 寄ってくるんですよねで、大きなグループになったら力強いんですよでもそれをする前にリーダーリーダーダとして立つのはいいんですが皆さん協力してくださいっていうリーダーならこれってうまくいかないんですよ続かないんですよねうんそれでそこで思った成果が出なかったら自分自身前進めないじゃないですかで、そういうことを やっちゃダメなんですよねリーダーってね、うん、リーダーダになって旗上げた限り一人でも進んでいくっていうのがリーダーだと僕は思ってます。はい余談は長くなりましたがうーんアキラって僕にとってえー、っとね愛護でもやはりこういう危ない犬を助けたい。うん、危ない犬 うん凶暴な犬ほどこんだけ可愛らしくなるんですよ。うんであのー、本当にその凶暴な時期っていうのは大変やけどその時期を乗り越えたら強い信頼関係ができてねうんお互いい,ていいとかなければい,い,いといてもらわな困る中になっちゃうんですよね。うんその明が、えー、先日痙攣を起こして うん転換ですね。うんなって前から持ってたのかもわからないです。僕がねクレートに入ってるから気づいてあげれなかったのかもわからないです。うん早く、えー、ひねあのー、大事になる前に、えー、リードつながってる間に経廉をして倒れてくれて本当良かったなと思ってます。うん。 これがねあの知らない間にクレートの中で痙攣を起こしてたっていうのをやったらもうねうんあと後悔しかないからうんよくあの当ねあね大事になる前に、えー、気づいてやれてよかったと思います。でこちらの部屋に移ってなんですがこちらの部屋っていうのはやはりねこういうふうに、えー、動画の撮影場所として僕が、えー、YouTube のやっぱりね YouTube で稼いでいこうと思ってるからこういう設備っていうのを設けたんですがやはりここにしかアキラゆっくりさせてあげる場所ってなくてそれで結局え考えたのはプレハブを一つえ芝生のフィールドに置こうと思ったんですよね。それでえ畳3枚ちょっとぐらいの えー、プレハブを買いました、うん、それはサブチャンネルの綾五郎の村ですちょこっと初めに、えー、映させてもらってます、えー、そのプレハブをまず、えー、購入しても届いてるんですがそこでまず内装も選らなきゃ鉄なんです壁がね で断熱はしてあるんですけど鉄で覆われてるんでやはり熱伝わってきて僕が今寝てる部屋ってねあのすっごい暑いんですよ、うん、クーラーかけて暑さは大丈夫なんですが、えー、さ寒さがもうえぐいほど冷えるんですよもう冷凍庫にいてるみたいで僕も冬場はもうねすっごい寝づらい、うん、寝てるいうもソファベッドで寝てるんですがねまだ。 うん、僕の部屋ってなくてやっぱり今つぐみちゃんはもう亡くなったんですがちょっとダディを入れてるんですよねうんそれで、えー、僕自身の部屋じゃないんでねソファーベッドで寝るしかなくて、うん、物置化してきててそこに、えー、ダディがいてて僕はソファーベッドで寝てるみたいな感じなんですねでそこでも 結構もう,もう本当にね足元にヒーターかけて、まあ、夜は危ないからヒーター消すんですけどもうね冬用の寝袋に入っても寒いもう鉄の冷たさがもう部屋の中に入ってくるぐらいででそういうとこでねえあの晶をほっとけない。 と思って、ね、うんで大工さんに支給なんか手ないっていう感じでこんなんなるんですけどっていう感じで言ったら石膏ボードを貼るのが一番いいんじゃないですかっていうことでちょっとプレハブを見に来てって言ってるんですがうーんそれも工事してもらおうと思ってるんですよねまず見積もりなんですけどで天井も貼らなきゃ天井からくるんでないうんで床も貼らなきゃだから全部ですね周り 内装全部をちょっと何かやってもらおうと思ってますでこの部屋っていうのが24万27万ぐらいかかってるんですよねうんだから同じぐらいやはりかかるんじゃないちょっとちょっと狭いだけなんでうん同じぐらいかかっちゃうと思うんですねうんで天井もこれ天井張らなかったけど天井も張ってもらうんでちょっと費用 割高になっちゃううと思うんですでそれだけでもういいかと思ってたんですがやはり、えー、酸素の話がねんちょっと、えー、サブチャンネルの、あのー、今名前変わったんですが、えー「保護犬たちの楽園ライブチャンネル」というのの中で「アキラのライブ」に10時間ライブを流してる時に、えー、やはり呼吸困難になってきてるから。 えー、やっぱり皆さん心配だから、えー、皆さんでお金を出し合ってうん酸素質の、うん、濃縮器と酸素質のリースをし,してしようっていうことに、ねあのー、チャットでなってたんですよね。で僕はそのチャットを見て「いやそうじゃない」と思ったんですよね。うーんリースっっっててていいうのも使わな言今ここに 入ってすごいストレス抜けてきてるんですよね広くなってうんだから、えー、また酸素室なら狭いところ入らないといけないんでそうじゃなしにやっぱりその呼吸困難になってるなと思った時にやはりそこに酸素を吸わせてあげるようにしてやるのが一番だと思ってるよねまあ言えばん病院で入院したらこうやって鼻のところピッてつけるような感じ そういうい感じで、まあ、遠,か遠くから酸素をスーッと当ててやるかママススククが結構不快になれへんんらしいんですよ、うん、そういうのがあるらしくてそういうのでや,やればいいみたいでだからヒヤ自身は、うん、そういうふうに囲わないで、えー、そういう感じにあの息苦しくなったら酸素を当ててやるっていう形に したいなと思ってでそれで結局考えていくとね使えへん時はもう置いてるだけになるんですよね酸素室常に酸素室に入ってたら常にいるけどだからもったいないなと思ってでもいるじゃないですか。でそれをまあ使わなくずっと置いてるじゃないですかほんだらその月やはりこういうラらのやつは一番大きいクラスうーんを えー、用意しなきゃいけなくてそれなら月1万5,000円ぐらいいるんかな、うん、初回が2万何本かなそれぐらい必要で、うん、それ考えるともう買い取っった方がいいいて思ったんですよ、うん、買い取れば結局ずっと使うもんだからねうんあきらでも使うしまた次の子っていうのも酸素,酸素がいる子がもしも出てきたら 使えるっていうことででそういう形でもうその3床の濃縮器とそのホースとそういうその,あの吸入するとこねうんそれだけでちょっと話を持っていったんですがうーん一見はねあのもう医療機関以外は売らないっていうので断固として売らなくて全然話にならなかった。それで えー、獣医さん通じてって思ってちょっと相談したんですがやはり、あのー、何かあった時に責任取れないいうことでねなかなか首たてに振ってくれなかったですで一見神奈川県の、えー、株式会社ユニコムというところの三所濃縮機は販売ってなってたんですよねで今日朝からだ 朝一番で問い合わせさせてもらってでこういうことに使いたいんですっていうことで行ってあのいるものすべて見積もりくださいということでで新品の定価が34万か37万円かなうん売る覚えすいませんえー、捨てたんですがうんまあいいかと思うぐらい。 うん別に30万34万、まあ、まあざっくり40万出してもいいかっていうのでうんっていうのはもうアキラっていうのは僕にとって僕がこういうふうに稼げるようにしてくれた人なんですよ。人ちゃうは犬なんですようんこの子と出会わなかったら僕犬の勉強を全くしてなかったと思うんやけどこの子が究極すぎて僕犬の勉強したんですよね。 だからこの子と出会,出会えたことで今があるっていう本当に本当にねお互いなんですが出会えてよかったっていうレベルの子でだからもうね僕ができることを全てやってあげたいと思ってるんですよね。うんで後にもつながることやったらね。うんそれで えーまあ、買おうと思ってますで明日振り込もうと思ってますがえー、っとねでいろいろお話しさせてもらったらそのデモ機ってあるらしいんですよ。そこういうのですよってデモで見せるので一般にはそのリースとかしてない、うん、機械が、えー、20万であるよって二十20万ちょいで。 えっと、消費で出してで、追加の放送が出して、うん、ちょっと見積もりしょぼんって出します、うん。この辺に出します。はい。えー、っていう感じで、うん、見積もり来ました。えー、それで、うん、明日振り込もうと思ってるんですが、総額で24万ちょっと、うん、になるんですが、えー、それをもう給支給ね、大支給送ってくれということで、明日振り込もうと思います。 それでねどん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 お金使っていっててねうーんこいつ大丈夫かって思われるんですがえやっぱり僕自身あのライブでは言いましたがここの土地を僕買い取ろうと思ってたんですよ。みんなに内緒で高木にも内緒でねうんここの土地を買い取りたいなって。 って,思ってて思で僕の友達が持ってるんですけどやはり僕と友達っていうのは友達関係なんですが、うん、ちょっとこうあのなあなあで済むっていうかね、うん、そういう感じでやってるんですが結局人が変わったとしてとか僕がその動けなくなったりとかなったり逆に長澤が動けなくなったりとかしたら次息子さんの代になるじゃないですか。 うんとなるとやはり息子さんも仲良くさせていただいてるんですようちに遊びに来たりとかね友達と一緒に遊びに来たりとか、うん、いろいろ手伝い事があったら手伝いに来てくれたりとかさせてもらってるんやけどやはり友達付き合いと違うじゃないですかそしたらお金っていうのが絡んできてるんでギクシャクすると思ってるんですよねうーんだからもう買い取ろうと思ってお金貯めてました うん実際ねここ買い取れるぐらいはたまってるんですよ実はうんそれはドッグトレーナーでやはり、えー、多い月で月150万稼いでたんですよ僕ねドッグトレーナーでそれであと YouTube でもうん年間通したら8桁ありますうんそれでやはりどん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 施設のことやってたんですが えー、それでもお金は貯めていけるっていうレベルやってそれでうんあのー、まあまあここ買えるぐらいは持っててっていう感じででそれを今使っていってますうん高額補助もいただいてますがそれでやる気になったんですがちょっと施設をきちっとしようと思ってね。 うんそれで、えー、プレハブとプレハブが46万なんぼそれと多分大工さん入ってもって30万ぐらいかかるんですよね。でそれでまあ80万弱とで結局酸素の濃縮期でちょっと100万超えるかなって思ってるんですけどうんラのためなら結局100万この子に返してもそんだけ稼がしてくれたか 稼,がす稼げるようにしてくれた犬なんですよね僕にとってだから、えー、元気の間にお返ししたいじゃないですかってなるともうここでアキラにお金かけてあげようと思ってんそれで昭、えー、に100万使わせてもらいますうんそれで、えー、長生きしてもらうのは困るじゃないですかうんお互いいててもらうのは困るからうんそれでそういうことに させ、えー、てもらおうと思いましたうーん、えー、発注かけて今大好友があるやつやからねだから、えー、もうすぐ送っていただけると思うんですが明日振り込んできます、えー、大工さんが来週ぐらいにしか来られへんということでちょっと大工さん待ちになるんですがえー、っととりあえず、あのー、何か指紋を引いてあげて、えー、電気設備会社の社長さんが えー、今週、えー、来てくださるということで、うーん、見に来てくださったんですよね、もうね。で、工事してくださるということで、で、またちょっと施設の電気いるとこ、エアガーデンですよね、ウッドデッキの方もちょっと気にかけていただいてて、えー、そちらも電気、照明いるんちゃうんか、ということで。 でまたちょっと引いてもらったりちょっとコンセント欲しいとことかねうーんちょっと行ったりとかして結局またちょっとお世話になるんですがその工事が多分今週、まあ、仕事の都合ですんでねうーんどうなるかわからないんですけど、まあ、できるだけ今週来てあげるわということで、えー、お聞きしてうんまた来ていただいてその電気工事が終わってちょっとねもう昭を向こうに。 移動しようと思ってますうん、またねご報告させてもらいますそれと Wi-Fi をねちょっと Wi-Fi の電波がちょっと届きにくいんじゃないかなそうしたらライブ切れちゃったらねうん、ダメなんで風の強い日って Wi-Fi が切れるんですようん、それでね雨風の強い時天候の悪い時 Wi-Fi 切れちゃうんでちょっと Wi-Fi の あの中継地点ちょっと作ろうかなと思うんですがそれもあのもう発注しようかなと思ってるんですけど、うん、それでちょっとやっていこうと思ってますはいえー、ちょっとね、えー、お金使うことばっかりでっていうことであいつ大丈夫かと思われてると思うんですがうん大丈夫ですそれとえー、またねあのこんだけ応援してくださる方が 本当ね、タック君で来てくれてるんで、僕も心強いんでね、もっともっと前へ進もうと思ってます。えー、もっとできることないんかっていうことで、うん、そういうことでやってい,いきますんで、皆さんよろしくお願いします。それと、アキラ、えー、見守り隊の方、方々、本当ありがとうございます。えー、頑張りますんで。 で心配うん何か気狂ったようにお金使ってるんで心配かけてると思うんですがうん大丈夫だと思ってるからやっていってますうんええー、ほんとね車買おうかな思ってたんやけどね <laughs> 潰れてるから新車買おうかなと思ってたんですよねそこそこのねうんまだ土地とかね、うん、大丈夫なんででも振り返ると うん、そうじゃないんやってらが言ってくれましたね車じゃないんやぞお前っていう感じでうんだから、えー、そういうふうに、うん、使います、はいえー、まだね外の検査もしなきゃいけないし、うん、と思うんですがまあまあやっていけるんででね 僕たちの生活言っても僕たち、まあ、高木はね子供を育てていかなあかんのであれなんですけど僕って、まあ、年収かなり上がっててもう全て一般社団法人アニマルスキューナーシングで YouTube の収益とか全て受けてるんですよねうんで僕は給料としてもらってますで給料はなんとなんとなんと 5, 5万円しか使ってなく10万円もらってるだけ僕。 うん、ええー、とライブ見ておられる方はよく分かられ,てれると思うけどうんええー、朝ね僕ね今ね6時前ぐらいには起きてでまあ僕ちょっと朝から体動かないんですねもう、うん、全然ねほんでえー、6時半ぐらいからごそごそやりだして犬出し始めてっていう感じです今ね。で夜は 今ね平均で12時ぐらいまでやってますねで昨日は2時2時ぐらいに寝ましたで12時頃までやっててそっから僕ご飯なんですよ、うん、だから12時で終われたとして僕1時か2時なんですよだから昨日ど頃から言ったらもう究極に遅い <laughs> 何,な何でこんだけ遅いんかっていうと あのー、やはりほんの打ち合わせが結構3時間4時間するんでねうん結構そこに時間今食われてますうんだからあねうん他のことって動画もだ,だからねあまり出せずにいててっていう感じになっております、うんえー、でもでも元気にやってますんで,でちょっと寝不足気味になった時はちょっと仮眠したりとかね やってますんで大丈夫なんでということで、えー、いつもいつもご視聴ありがとうございますそれでは、えー、そういうことにまたなってしまいましたはい a、えー、大丈夫ですはい失礼しますはい